プレイステーションアットホームのアバター。プレイステーションアットホームを始めてから随分になるが、あるお化け屋敷ラウンジにいつログインしてもずっと踊り続けているアバターが2体いるんだ。仮にブラキューさんとハピピさんとしておくが、彼女ら2人は僕の知る限りでは、少なくとも1年以上もずーっと同じ場所で踊っている。きっとラウンジ運営側が用意したダミーアバターか何かだと思ってて、ラウンジを訪れては返事がないのにも気にせず、毎回冗談で語りかけていたんだ。でも、ある日ふと思い立って、彼女らのプロフィールを見てみたら、ブラキューさんにゲームの実績であるトロフィーがあることに気がついたんだ。そこでフレンド登録依頼のメールを出してみると、なんと返事が返ってきた。彼女はユーザーの操る本物のアバターだったんだ。でも何かおかしい。僕は一つの疑問を抱いた。プレイステーションアットホームは週に一度メンテナンスがあり、すべてのユーザーはメンテ時には強制的にログアウトさせられる。なのに、彼女らは1ミリたりとも動かずに、1年以上もずっと同じ場所で踊っている。そこで、週一で行われるメンテ明け直後に、速攻でログインして、彼女らがそこにいるかどうか、確認してみることにしたんだ。だって、メンテナンスで全アバターが強制的に切断されるから、彼女が実在するユーザーのアバターなら、メンテ明け直後に再ログインしてくるはずだ。で、メンテが明けると、ほぼ同時にインした。が、彼女たちはすでにそこにいた。中の人が実在するなら、さすがにこのタイミングなら、中の人もいるだろうと思い、おーい、いる?と話しかけた。が、返事がない。しばらく待ってみたが、無駄のようだ。諦めてそのラウンジから出ようとしたその時だ。ゆっくりと、ブラキューさんのキャラが不規則に動き出した。なんだ、いるじゃん。つか、なんでいつも放置なの?そう聞くと、彼女はこう言った。一人で天国に行くのは寂しかったから。そう言われた瞬間、全身に鳥肌が立った。次の瞬間、チャットログが超高速で、一緒にしの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 、トララ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 ラトララ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 ラトララ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 ラトラララララララトラララララララトラララララララトラララララ。で、埋め尽くされたかと思うと、突然画面がホワイトアウトして、ネットワークエラー。プレイステーションアットホームから切断された。それ以降怖くて、そのラウンジには二度と近づくことができないでいる。本当に怖いところは、この二体が、今現在も本当に実在するってとこだよ。プレイステーションアットホームのアバター。古いオルガン。家に古いオルガンがあった。私が生まれる前に母が中古で買ったらしい。小学生の時に一度だけ弾こうとしてみたが、ベースである足用鍵盤の音が全く出なかった。
時は流れ、高校生になり、3学期の中間考査の勉強をしている時だった。テスト勉強は本番の2日前か前日にしかやる気が起きず、その時も前日の深夜遅くまで2階にある自室で勉強をしていた。1時半になった頃、1階のリビングからオルガンを弾く音が聞こえてきた。聞こえた曲は、名前は忘れたけど、多分有名な曲。ベース音がないので、とても頼りない音だった。この家でオルガンを弾けるのは母だけなのだが、母はもう寝ているし、この時間帯に弾くほど非常識じゃない。オルガンの音を聞くのは久しぶりだし、この時間帯なので少し怖かった。しばらく待っても止める気配がない。曲もループしているし、気になって勉強できないし、眠ることもできない。仕方なく見に行くことにした。真っ暗なのは怖かったから、廊下や踊り場の電気をすべてつけながら向かった。リビングの電気はついていなかった。それなのに、オルガンの音は聞こえる。さっきより音が少し大きい気がする。母が弾いているのだとしたら、どこか頭がおかしくなってしまったのかもしれない。そうだとしても十分怖いが、本当にお母さんなの？などと考えてしまい、恐怖でリビングのドアを開けられなかった。5分くらい固まって、冷や汗を流していたら、突然、オルガンの音が止んだ。なんというか、静かになると逆に、めちゃくちゃ怖かった。何かあればすぐに泣いてしまいそうで、体の中心に向かって、ものすごい圧力がかかったように感じた。しかし、それをきっかけに、早くドアを開けないといけない気もした。静かな中に、ドアを開ける時の音が大きく響き、かなりビビった。真っ暗では何も見えないので、電気をつけた。体は熱いのに、頭は血が少ないのか冷たく感じ、冷や汗がすごかった。オルガンの前に、母はいなかった。誰もいなかった。こんなことが次の日もあった。音が止んでからリビングに入ると誰もいないのだ。母に話しても、わからない、知らない、寝ぼけたんじゃないか、などとしか言われなかった。また次の日もオルガンの音が鳴った。3回目でも相変わらず、というか3回目だけにかなり怖かったが、もう今回は音が聞こえるうちにリビングに入ると決めていた。2階から1階までをダッシュで駆け抜け、足がすくむ前にそのままリビングのドアを開けた。女の人がいた。ワンピースを着ていて、後頭部には髪の毛が生えていなかった。私は驚きのあまり声も出せず、体も動かず。なのに汗だけは体のどこかが壊れてしまったように流れていた。女の人がとてもゆっくり、多分10秒くらいかけて、私の方に振り向いた。暗い上に、距離が結構あったので顔はよく見えなかったが、多分、目に
何かびっしり刺さっていた。口は私よりかなり大きかったと思う。顔もすごいが、それでも一番印象的だったのは足がないことだった。普通の人間を見慣れた私にとって、それは視覚的に圧倒的な違和感を与えた。女の人がいきなり絶叫した。動けない私は泣いてしまった。踏みつぶされたような声を出して泣いてしまった。女の人が絶叫している時間は無限にも感じられたが、実際は数秒だったのだろう。また突然叫ぶのをやめて、そのまま固まってしまった。女の人に背を向けるのは本当に怖かった。しかし私はその瞬間、全力でリビングを飛び出し、玄関を駆け抜け、外に走り出した。家の中にはいられなかった。女の人がついてきていないのを確認して、そのまま朝まで外で過ごした。朝、家に女の人はいなかった。家族は何も知らないようだった。あのおぞましい絶叫も聞かなかったらしい。その一ヶ月後、私は交通事故に遭った。自転車でバイクとぶつかったのだ。下半身がおそらく一生動かなくなってしまった。またその2年後、母が新しいオルガンを買った。今度の新しいオルガンはベースの音も良い。母は楽しそうだった。私も一度だけ弾こうとしたが、やはりベースは弾けなかった。古いオルガン。はい、どうも。道具にまつわる怖い話その4をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ゾウと申します。今回まあプレステに関する話を読んだんですけど、個人的には任天堂派であります。まあ言って動物の森も何も買ってないんですけど、今あまりにも暇なんで、なんか倉庫の奥の方からファミコン、スーファミか、スーファミを引っ張り出して、ヨッシーアイランドっていう古いゲームをやったんですけど、ある一定のステージで絶対にデータが飛ぶっていう、まあ、カセットでして、こんなんやっとれんわってことで、でもそのヨッシーアイランド自体は好きなんで、わざわざ別のカセットをこの前買ってきました。まあ、どうしても今のゲームに比べたらだいぶチープなんでしょうけど、あのね、雰囲気がすごい好きなんですよね。ヨッシーも可愛いし。でも新しく買ったカセットもステージ2に行ったらデータが飛んだんで、もう当分しないことにしました。今のゲームやったら考えられないですよね。なんかカセットの差し方が悪かったらデータが飛ぶとか。今やったら多分リセットさんが無理やり消してくるぐらいしかないっすもんね。そもそも今めっちゃ若い子ってカセットのことなんて言うんですかね。カセットじゃないんかな、ディスク。まあダウンロードする子もいるでしょうし、なんて言うんですかね、タイトル。まあうちの動画あんまりいないんですけど、もし若い子いらっしゃいましたら、もしくは若い子のお父さんかお母さんいらっしゃいましたら、カセットのこと今なんて言うのか教えてくれると嬉しいです。それでは道具にまつわる怖い話その5でお会いできましたら幸いです。ゾウでした。ほなほな。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。
登録者数が、キリのいい数字になりましたら、ゾウが体験した、もしくはゾウの友人が体験した怖い話を載せようと思っております。よろしければチャンネル登録、ツイッターの登録等よろしくお願いいたします。ほなほな。